皆さんこんにちは。1週間目、私は森の中で奇妙な音を聞きました。木の上にから聞こえてきたのですが、そこには穴が開いてました。穴の中は何も見えませんでした。だからスマートフォンをおこそこに置いたのです。庭のひな鳥がいました。赤であることからキツツキだと分かりました。一日は鳴いていて、もう一人はじっとをかけて見てました。お母さんはいませんでした。奥の人が興味を持つだろうと思い、 YouTube では短くすぎるので Instagram ページに動画を投稿しました。2日後、私たちは仲間と訪ねて戻ってきました。彼らは一人ではなく、彼らの近くには太陽のうんちがありました。通常親は数掃除するので、これは奇妙なことでした。これは危険なチョコです。週末になると、彼らが元気かどうかを確認するために戻ってきました。彼らはこのうんちのチュンに残っていました。彼がこの環境を嫌っているわけませんでした。私は5日は以上も彼らの訪問をしましたが、彼らの母親を見ることはありませんでした。最後に見たのは、彼らのおなかは足が排泄物をでいっぱいなっていて、そこに太陽虫で発生していたことでした。それはとても恐ろしい光景でした。私たちはその奇妙な虫が鳥、赤ちゃんに気づけてたり、肉を食べ始めするなので、は鼻息を恐れました。全てのを救って私たちは鳥を救うことに決めました。翌朝、私はその罠と鳥は奪いに来ました。入り口はとっても狭く、腕が中に入っていけませんでした。営業の固定で鋼材の削って入り口を広げました。10分もすると、穴を大きくなってきて、死の首を決めるようになってきました。鳥も出てきました。彼の足や体、胴やミミズ臭いの物質で覆われてました。それは飛べるので、場合はそのまま生えておくをご用に選択です。しかし彼はできませんでした。彼はとっても弱ったか、自分を成長しなかったはどちらかです。私は彼を連れてければなりませんでした。水害物を見たことがなかったので、彼は驚きと恐怖を感じていました。カーデは彼の綺麗にして暖くて綺麗なこの箱を入れました。しかしここから次の課題は餌付けです。私は餌は探しに出かけました。どうやって餌を与えるか。松の木の種やどんぐり、キノコなどが食べられるのでは。木の枝の捨てている虫を見て分かった。それは彼に必要なものなんだ。私たちはざまざまな種類の毛虫を集め始めました。楽しいことではありませんが、仕方がはありません。鳥は食べたい。2時間後、私は良い収穫を定定に戻りました。オウムシはとっても栄養価を叩く。鳥の赤ちゃんの成長の役立つ成分が膨らまれているのでしょう。クッキーも芋虫と遊びたかったようです。そしてそれを試してみることも。そこで傷つきの爪はかなりするので、手袋をして餌のあがめてみました。最初のうちはくちばしに直接餌を与えて食べようのしませんでしたが、とショックの反射がありませんでした。どうしたらいいのか分かりませんでした。しかし、スポイトに水を入れて、くちばしに落としてみました。すると、うまくいったのです。ひな鳥の水と芋虫を一緒に飲み込んでいました。次の日、彼は水なしで、それを行いました。そして、2日後には、毛虫をつかめて食べていました。1日後、彼は箱ノックしま始めました。おそらく彼は自由のために飛ぶ準備をしていたのでしょう。部屋の中で飛ばせて食べるのことをアピールしました。翌朝、同じ場所に戻ってきて鳥を放しました。途中で毛虫を数匹拾って念のために餌を与えました。
で、1羽目沖の川に置いてみるとあまり考えずにすぐに逃げてしまいました。いいですね、この子は独立してができています。そろそろ2羽目の出番です。この子は自信がありませんでした。どこにも飛ばす、ただ私たちを見て気にの伸びていきました。そして木の反対側に移動するとジャンプして弟と一緒に逃げていきました。彼は満足したようで杉の木を探索し始めました。しばらくして私たちは家に戻りました。全てがうまくいってよかったです。鳥を救う物語のハッピーエンドです。彼は元気になるをことを投げています。皆さん、このビデオの地であらゆる種類赤ちゃんの鳥を救おうしないでください。あなたは極端は除去の飲みそれを行うことができます。